関東地方も梅雨入り間近となりそうです。では今後のお天気見ていきましょう。日本付近の気圧配置見てみますと、はい、これ梅雨前線なんですね。で今日、まあ、昨日今日とだんだんとこれ南の方にまた降りてきているんですけれども、はい、気圧配置としては夏の空気を持つ太平洋高気圧、そして北の乾いた空気を持つ高気圧、はい、その間に位置しておりまして、まあ、梅雨型と言えるような気圧配置なんでしょう、はい、その結果今しばらくは曇りや雨とこういうことになっていきそうです、はい、で日曜日にまた少し南の方に前線が降りるので、まあ、晴れをこのように入れたんですけれども、はい、まあ、それ以外は本当にこう梅雨を思わせるような天気ということになります、まあ、今日現在まだ関東甲信地方梅雨入りの発表はないんですけれども、はい、まあ、間近ということになりますね、まあ、もし5月中に入ればこれ10年ぶりということになります、はい、まあ、今年は記録的な速さの梅雨入り発表が多くなっています。雨の情報は最新のものを確認していきたいところですね。そうですね、はい。